吉田さん、時代ですよ。まあ、YouTube を見ていてね、昨日気づいたんですけども、私が幼い頃、そのアニメソングを歌って、結構ね、女性でハスキーなボイスでかっこよかった、ミオっていうミュージシャンがいるんですよ。で、当時ミオって言っても、日本人なのか外国人なのかすらわからない小学生だったんですよね。で、メディアもあまりなかったんで、雑誌を変えるわけもなく、なんか正体がわかんなくて声だけを覚えてるっていうね、まあそんなミュージシャンがいたんですよ、歌い手さんがね。で、昨日何が気がついたかっていうと、そのミオっていう方は MIO っていうんですけども、 MIQ ミクっていう名前で今 YouTube チャンネルやってるんですよ。で、最近解説したばかりなんですけども、それがね、当時のアニメソングの上手な歌い方を本人がやってるんですよ。で、これ非常に面白くって、で、当時そのアニメソングを覚えてる方が今ね、もう一回聴いてみようとか、ちょっとカラオケで歌ってみようみたいな、なんかね、そんな、もしかしたらカラオケブームがまた起きるのかなと。だって本人が教えてくれてるわけですから、それは説得力あるし、息遣いとか声の出し方とか、まあ、トレーニングがいるにしても非常に楽しめるチャンネルなんですよね。で、こうやって歌うんですよってレッスンの模様がなんかすごくリアリティがあって、なんか普通の当時のレコードを聴いてるよりも、なんか途切れ途切れにここの歌詞はこうやって歌うんですよって言って、また歌い出して、また中断して、ここはこういう風にやるんですよっていうのがね、なんかすごく面白くってね、個人レッスン受けてるみたいで、私としては楽しめるかなと。で、ね、精神誌ダンバインのエンディングテーマ、見えるだろうバイソンウェルとかね、それからエルガイムのオープニングとか、あとはスペースコブラのオープニングとかね、結構ね、あ、こういうアニメ見た見たって感じで、さらにそのアニメのソングを聞いてると、そのアニメを、ね、見たくなって、ちょっとね、ネットフリックス探したりとか、 CD をメルカリで探したりみたいなことになってきましたね。なんか時代ってこういう風にもう一回なんかね、振り返るというか、噛み締めることができるんだなと思ったら、 YouTube の新しい楽しみ方がまた見つかっちゃったかなっていうところですね。本当になんか楽しいなと思います。いってらっしゃい。